ははいいどうもこんにちはよろししくお願いしま,すまあ2024年ですね量子コンピューターの業界これから多分2024年はものすごい、えー、といろんなニュースが出ると思いますでなんでそうなるかっていうと実は2023年の年末ぐらいに少しあの量子コンピューター業界で少しブレイクスルーが起きまして、まあ、ハーバード大学ですねのチームが、まあ、冷却原子中性原子と呼ばれる新しい量子コンピューターを使って 280量子ビットで、まあ、40とか48量子ビットの論理量子ビットつまり誤り訂正というものを実行したというのがネイチャーに載りましたでこれって結構量子コンピューターのハードウェアからしたら結構とんでもない数字で、まあ、これまで量子コンピューターって結構開発はされてるんですけど、まあ、2021年以降は誤り訂正と呼ばれる まあ、エラーがない量子コンピューターを作んなきゃいけないよねっていう風潮になってます。これは前の動画でも出したんですけど、NISQ と呼ばれるエラーがある小規模量子コンピューターは、まあ、ハイブリッドで普通のコンピューターとで計算するんですけど、まあ、全然性能が出ないということが分かって、も、ま、う、あ、全くちょっとダメだよねって話になってます。なので、量子コンピューターを活用するためには、そういったハイブリッドじゃなくって、量子コンピューター単体で性能を出すためのソフトウェアを作らなくてはいけないと。ただ、そのためには、 今のコンピューターではエラーが多すぎるともちろんエラーを減らすっていう努力もあるするんですけど誤り訂正という機構を使って理論的にエラーを減らしていくというのが今後の進むべき道ということで業界全体一致してるんですけどその誤り訂正っていうのは結構作るのは難しくておそらく中国とかその海外でも一量シビットの誤り訂正をするっていうのはものすごい大変で 莫大なお金をかけて既存の超電導とかイオントラップで1両 C ビット2両 C ビットの誤り訂正をしてたわけですねでこれまでは NISQ と呼ばれるエラー利量子コンピューターを作ってきたんですけど今後はそういう誤り訂正に、まあ、強いようなハードウェアっていうのが見込まれていてそういったエラーを減らせるような、まあ、特徴を持っているようなハードウェアっていうのが結構重視されると思いますで例えばフランス・パリに拠点を置く、えー、とアリス・アボブは 超電動なんですけど、キャットキュービットという、01、まあ、を間違えにくいというですね、誤り訂正しやすいハードウェアを、まあ、専用のハードウェアを作っていて、まあ、そういったですね、誤り訂正しやすいとか、誤り訂正の FTQC 向けに設計とかアーキテクチャを変更しなきゃいけないということで、結構みんな今後苦労すると思いますで。そんな中、2023年ですね、そんな中でみんな1両シビットとか2両シビットとかの誤り訂正を頑張ってたんですけど、 2023年の12月にハーバード大学のチームから40とか48リオシビットを同時に誤り訂正しましたみたいな論文が出たんですね。なので世界中で1量シビットとかを苦労してやろうとしてるのに同時にいきなり40とか48とか飛んじゃって実現できましたみたいな、まあ、そういった論文が出たんですね。しかも実機で理論じゃなくて実際に実行されたと。 で、まあ業界どうなったかっつうと、まあ軽くドン引きですよね。なので今までみんなで超苦労して超お金かけてきて、でやってきたのに、でもうこれからもものすごいお金かけて、逆に予算取るときもお金かかるから、世界中で誰もできてませんからお金たくさんか,けかかりますんで、お金出してくださいって言ったのに、まあいきなりそんなのやられちゃうわけですよね。で、まあ正直ドン引きですよね。 で、正直、個人的な感想としてはも無理ですよね。他の方式がこれに追いつくのは、今の現状でいうと。なので、何かしらほ他の方策を取らなくてはいけなくて、IBM などもですね、ちょっと慌てて発表内容を結構変えたりとかしてて、まあ、おそらくロードマップの変更をまあ大幅にしてると思います。で、なので、今回、ちょっとその誤り訂正といって、 あのハイブリッドでは無理なので量子コンビナー性能を伸ばさなきゃいけない誤り訂正とか FTQC とか、まあ、そういった論理量子ビットとか、まあ、そういったテーマで今後取り掛かろうとした時に、まあ、ハーバードの方で、まあ、思いっきりそれを、まあ、もう本当飛躍ですよね一個作るのにものすごい国力全体かけてやらなきゃいけないのに40とか48を同時にやってしまうというふうなもので、まあ、ちょっと今のところ誰もかなわないような条件状況になってます なんでそれができるかっていうと、まあそれ中性原子と言われる、えー、っと、ハードウェアの特性で、原子を光ピンセットという方式で、まあ動かせるんですよね。他の動画でもしかして解説してるかもしれないですけど、そのピンセット、光ピンセットというレーザーですね。えー、っと、SLM という空間位相変調器っていうですね、電気的にレーザーを分離して、光ピンセットを作るようなものをですね、レーザーを通すと、そのレーザーにですね、えー、っと、原子が捕獲されて、その原子っていうのをど、まあ同時に動かせるんですね。 で通常の量子コンピューター、例えば超伝導とか、まあ、イオントラッパは多少実は動かせるんですけど、超伝導ってこう平面上にこう素子が、ビットが固定されてるんで動かせないですね、普通は。ただ、中性原子は動かしてしまうので、まあ、その接続性の良さっていうのを使って、まあ、これまで考えられてたよりも少ない量子ビット数で、まあ、論理量子ビット、誤り訂正を実現できると。 ま、かつ、えっと、まあ、ちょっといろいろ動かせるっていうメリットをかなり使っていて、あの、まあ、かなり、えっと、誤り訂正を、ま、大幅に拡張したというのがあります。で、かつすごいのが、まあ、このキュエラーですね、っていうのをベンチャー企業を持っていて、ロードマップが2026年まで1万量子ビットで100論理量子ビットということで、まあ、かなり大幅なですね、まあ、時代をかなり超えてしまうような、なので今、量子コンピューターで100量子ビットを超える超えないとかっていう話してるのに、 もう2024年ですけどね、今ね、26年にもう1万量子ビット出すっていうロードマップを出してしまったんで、まあ、これはかなり大幅なアップデートですね。なんで、例えば d m もですね、最近1200量子ビット、まあ、エラーがですね訂正,されたエラーが訂正されたっていうか、アニーリングでも、例えば5000とか6000とか7000とかっていう量子ビットをいきますって言ってたのに、アニーリングを超えるようなゲートのビットをまあ実現してしまうというようなロードマップを出しています。 なので、しかもそれが2026年なんで、その、できるかできないか2年後に分かるということで、まあ、かなり自信があるんじゃないかなというロードマップで、まあ、しかも今回、ネイチャーに乗ってしまったんで、まあ、その、誤ってが100両シビット単位で行われと。まあ、じゃあ、前の反応どうなるかっいうと、まあ、大体みんな負け惜しみ言ってるんで <laughs>、煽るわけじゃない、あもう煽ってるんですけど <laughs>、煽るわけじゃないですけど、大体みんな負け惜しみですよね。 なのでまあこういった場合はもう現実受け入れしかないと思うんで、まあ、ちょっと今後どうなるかっていうのは、まあ、ちょっとこれがかなり注目に値しますねなので2024年以降にその中性原子と中性原子以外のマシンの戦いっていうのが結構入ってきてて半導体ってまだ出てないんで半導体ってこれから出すんで、まあ、全部で5種類ですね超電導イオントラップ中性原子半導体光量子コンピューターの5種類がまあ揃い読みして 競争になるかと思いきやちょっとここに来て急に中性原子がですね1個抜けてまあかなりあのリードしてるっていう状況に急になっているんでまあでじゃあそのまあそんなこと言っても中性原子とかのエラーとか操作動作速度がとかっていうんですけどまあ使ってる人からは分かったんですけどまあどれどの量子コミュニティー今使っても大したことできないんでまあそのそれだったらやっぱビット数が多くて論理量子ビットが多い方がいいっていうちょっと僕個人的な意見ですけど どの量子コンピューターってまあ役立たないようなもんなんでまあそのあのやっぱり性能がいい方がいいなっていうのが正直思いますはいなのでかなりあの時代が変わってるという状況でだからといってキューラーがとかハーバートのチームがまあものすごい急激に何かしらの,そのソフトウェアが出るかっていうと、まあ、ちょっとまだそこまでは多分ないと思うんですけど でもやっぱりこう誤り訂正ができされたハードウェアでどういったソフトウェアとか新しい知見が出るかっていうのは、まあ、その人類に未踏なんで、まあ、そこはですねちょっとやっぱり期待感がありますよね誤り訂正されたビットで、えー、やると何かしら新しいことできるんじゃないかっていうので、まあ、全世界が期待しているような状況なので,でこれはですね、まあ、やっぱりみんな、まあんまあ、まず一つは信じないっていうのが一つありますねあとは一つはやっぱ重要度がわからないとか やっぱネームバリューに騙されちゃうっていうのはあるんですけど、まあ、今回のは結構大きなターニングポイントになっていることは間違いなくて、まあ、全,全世界のですね量子、まあ、コンピューターのま研究開発をしている人たちに結構大きな衝撃を与えたと思うので,で実際に衝撃が与えられた瞬間どうなったかっていうとすごいっていう,こう驚きじゃなくて、まあ、ドン引きでしてね <laughs> なんで世界がドン引きして死因となったっていう状況だったんで。 まあそういったまあタイミングにちょっと、まあ、立ち会えたっていうのは結構良いですよね。で以前、Google ディープマインドが、その、えっと、以後で、韓国のあのスター選手に、まあ、勝った状況も結構ドン引きでしたよね。<laughs> まあ、そのタイミングで、リアルタイムでちょっと見てた人はちょっと分かると思うんですけど、結構雰囲気やばかったんですよね、あの時も。<laughs> なので、なんかこう、ブレイクスルーとか起きると、人ってすごいとか驚くっていう以前に、結構ドン引きしちゃうっていうのがあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、今回、量子コンピューター業界に関しては、まあ、完全にそのドン引き状態になったんで、あ見てて、ああ、ちょっとこれは達成したのかなってちょっと思いましたんで、まあ、今後の続報に関してちょっと気になるところです。はい。じゃあ今回は以上です。